珍しく取りだめしてるドームクラウドです。さっき言ってが前回の動画かな、ドンキー編の続きの部屋っていうかあれなんですけど、まあ人が全然入ってこなかったんですよね。ってことはこれもしかしたらあんまやってる人いないから、ワンちゃんもう一回合流すればいけるんじゃないかなって思ってね、ちょっと慌ててキノコに変えて戻ってきましたというわけで、キノピオ編、なんだっけ、全キャラ使ってやりてえんだキノピオ編ということで、今回のカスタは、タルポッポに、ウッドリンクかな。これもなんか愛用してる人が、あれちょっと違ったかな、あんま覚えてないんですけどね、愛用してる人がいたんすよ。うん。ああ、せっけえな。いや、ここやっぱそれが一番強いんだよな。いや、でもね、これ赤さんじゃねえや、木野さん引きに行くよ、俺は。終わった。何も引けんのは終わった。マジで。マジで終わった。で、なんだっけ、そうね、使ってる人がいたんすよ。こんなんじゃなかったかな、ウッドリンクじゃなかったかな、ローラータイヤだったかな、忘れたんですけど、まあまあ愛用してる方がいたんでね、まあそのカスタで行こうかなってなったんですよ。まあ本当は、まあ、クッパクラウンでローラータイヤにしてね、あのせっこいショートカットをやるカスタムでよかったかもしれないんですけどね、ちょっとこれボム兵スナイプを決めて終わります。できませんでした。あ、それのせいで、そのプレミのせいで6になりました。救急車が来ました。ひどい、ひどすぎる。まあこんな感じで、今日は走っていこうと思います。はい、2レース目はネオクッパシティです。まあまあタルウッドというかウッドリンクなんで、まあまあダートじゃなくてオフロードにはそれなりに対応してるんで、まあ、大丈夫なんじゃないかなと思っております。ただね、やっぱ俺軽量級結構初心者なんでね、ここは当たりに行きます。任せてほしい、また任せてほしい。おー、キノコ軍団頑張れ頑張れ、それ潰せ、俺が潰す、俺に任せろ、ラグショット決める。無理だわ、さすがに無理だわ。ちょっとデイジーさんなんか頑張って当たってくれないですか、自分の赤コーラダメですかね。置いてこない、さすがに。お、ちょっと一つだけ置いてきた、それはちょっと甘いんじゃないですか。甘かったのは俺だったようです、すいませんでした。申し訳ないと思っております、申し訳ないと思っております。あー、ちょ、頑張った。あー、なるほどね、スターか。まあこれはちょっと保持でいきまして、まあ、ワンチャンサンダー回避があるんで、それを待つということで、いいでしょうか。いいね。アイテムが完璧よ。これね、スターを連続で引いた方が勝ちなんでね。どこで使うかな。ちょっとそれ危ないな。あーナイスサンダー回避まあまあまあ、プレミアね、運でカバーしていくんで、そういう俺プレイングなんでね。皆さん俺にプレイングを期待しないでほしいね。あ、実力を期待しないでほしい。でも運だけはある。そう、運だけで完走した男ドームクラウドです。そう、運だけでちょっと上位までいけるかなと思ったんですけど、さすがにちょっとこの部屋ちょっと強すぎませんか。強くなりすぎてませんか、マジでこの部屋ねえ、本当にさ、頑張れ、落ちんだ。よし。まだいける。ナイス、その押し。うん。裏くれ、キノピオ。同じ仲間だろ。同じ仲間だから、キノピオ、裏くれ。俺に裏をくれ。俺が勝つ。まあ。ちょっとプレミというか、まあ、あれはしょうがないことなんですけどね。ネオクッパシティあるあるなんですけどね。うん。スリストで落ちちゃうっていうのはね。この部屋、やばくない？すごいな。珍しいっすね、本当に。何レース目だっけ ?3 だっけ ?4 だっけ忘れたけど、まあ、もうちょい走ってよ。むしろ俺は、ビーダレで走りたいくらいなんですけどね。めっちゃいい部屋だからさ。いや、マジで俺、こういうさ、レート高い人だとやるの、クソ久しぶり。久しぶりだから、
あ、許し、頑張ってる、頑張ってる。あなた妨害してくるんですね。めっちゃいい部屋だと思ったのに。俺さ、結局さ、生放送してもしてなくてもさ、俺妨害される身なんすね。やっぱ俺もうそういうさ、体質、あ、ざまみろ。ざまみやがれ。ナイスな。誰かのコーラはマジナイスな、うん。今のマジでナイスだから。もうあいつこれで追いつけねえから。うん、あいつも一人ぼっちだから。そういう一人ぼっちで俺、もう、陰キャの鏡として俺。うん、俺みたいにな、うん。でも俺はそういうラフプレイはしないからね。俺心はね、成人なんでね。そういうところだけはちゃんとしてるんでね。こういうガキみたいなことはしないんでね。うん、まあそこら辺にしておいて、そろそろ、順位の方をね。もうちょっと上げれるように頑張っていこうと思うんですけどね、いやマジでこれさ、一人でもこういうやついるとマジでつまらんゲームになるからさ、どうにかしてくれ任天堂。もう遅いわ、さあ3台開きますね。まあ3台来るのは別にいいんですけど、まあまあまあ別にどうでもいいタイミングですね、まあ初心者っぽいタイミングですね。まあ妨害の仕方的にまあ初心者です。だからね、うん、でもまあ1万レートでもね、うまいやつはうめえからな。そういうところだけを特化してるっていう、そういうバカみたいなやつもいるからさ、そんなことを言ってるとね、マジでこのゲームつまらんみたいな、誰も買ってくれないゲームになるんでね、ちょ裏に投げるのやめてくれんメス、仲良くしようぜ。俺妨害されてんだから、そのハンデ追ってるんだからね、頼むから仲良くしようぜ。前3人多分まあまあカンストに近い人らばっかりだと思うんで、プレミしました。プレミしたんで、プレミをどうやってカバーするか、まずそこに、そこに考えが出ると思うんですけど、まあ無理ですね。ちょっとこれは厳しいところがありますね。これは厳しいところがあるんですが、これはね、裏を取るっていうね、そういう戦法で言ったらね、意外と勝てるんですけど、裏を取らせていただけませんでした。オタク特有の早口になっておりますが、まあそれのおかげで4位ということで、まあまあまあ、妨害されても、なんとかなったということで、妨害したやつもなんで6位になってんだよ。神ゲーやん。神ゲーだ。さあ、まあ結構レースしたんで、そろそろラストにしようかなって思うんですけど、まあ、キノーピオってね、可愛いじゃないですか。そんな入りから入るんですかね。別まあまあ結構好きなキャラクターなんですけどね、やっぱ俺マリカセブンね、メタルマリオを知ってね、メタルマリオが結構ね好きになったんでね、まあそういうところで愛着あるんですけどね。メタルマリオに はまる前は何使ってたんですかね。ミー使ってたかな俺、どっちかっていうと。そんな感じがするな。いや今のプレミ痛いぞ。前に同志がいるからさ、まあその子に、まあ、トゲ回避を任せると見せつつね、実はちょっとねこうやってポイッとね牽制をしていくと、それのおかげで俺が当たりそうになると、いや違う人が当たりましたと、なかなかいいんじゃないでしょうか。妨害2機はこれですね。あー、サンダーかー。いやここのサンダー本当に強いからさ、お前、妨害するんかさ、ガチで走るか、どっちかにしろ、本当に。ちょっと、こういうことしか言えなくなるから、あんまね、言いたくないんすけどね。つい言いたくなるんだ。ついやっちゃうんだ。というわけで、1位の子が、もうすぐでカンストしそうな方ですかね。それともカンストして、負け数を増やしているのか、よくわかりませんが、まあ、その子と対マンですかね。そんな感じがする、最終ラップでございますが。まあ、総力的に、これはトゲを待つしかないという、そういうオチになりましたが。そういうオチでいいですかね。1位で終わらさせてもらえるんでしょうか。早くトゲゾウが来ないと、俺は1位になれないんですが、誰か頼む。もう人任せだから俺。頼んだぞ。頼んだ。あ、でも無理そう。無理そうですわ。待って、俺にトゲゾウが来るんだが。あー、ゴールするのが早い。でもね、復帰力が早いのがこのカスタムの魅力。
そう、それのおかげでね、2位が取れるんですよ。多分ね、今のビーダレとかだったらね、5位とかになったんすよ。やっぱこういうところでね、そう、キノピオの強さが活かせる、そういうカスタムになっております。というわけで、まあまあまあ、いいところが見せてあげれたのかもしれませんね。あ、かわいいキノピオ。ご視聴ありがとうございました。